皆さんこんにちは、みーちゃんです。いつもご覧いただきありがとうございます。はい、ですね、先日54歳になったので54歳みーちゃんであります。はい、今日も島村行ってきました。それでは商品紹介していきますので、最後までよかったらご覧ください。はい、今日買ってきたものです。こちらになります。もうね、悩んで何買おうかなって、今日はね、悩みでした。はい、そしてその悩んだ中で購入してきたものが、こちら、エダさんと、インスタグラマーのエダさんのコラボ商品が、お買い得になっていたので、こちらですね、エダさんの商品がお買い得になって、こちらが1089円が L サイズ、770円で購入してまいりました。ちょっと折りのところがこういうふうにちょっと透ける感じですね。で、袖口とお袖と、襟も、あとは裾もメロンになった感じです。で、後ろっていうか両方使えるんですけど、前にボタンがこう、前っていうか、まあボタンもついてるバージョンが、こちらですね。ボタンもついてて、ボタンがなしっていう感じで、こちらも使えるということで 2way になってます。ちょっとね、ポコポコした折りの生地になってます。こういう感じですね、ポコポコした素材になってます。こちらのね、前も可愛いんです。ボタンの感じも可愛いです。ただね、ただ私には1枚で着るちょっと勇気というか、ポコポコし、ちょっと体のラインもポコポコ出てしまうので、体のラインもポコポコ出てしまうので、これはインナー用に購入してきました。すごい色合いとかね、この襟の感じもすごい可愛かったので、インナーとして買いました、これは。はい、そしてワンピースね、買おうかどうしようかいろいろ悩んで、結局ですね、こちら、春に使える、ジャケットパーカーの感じですね、を購入いたしました。こちらがオファロさんの商品で、お値段ね、2420円がなんと990円だったんです。とってもお得、これから使えるやつなのになんでお得なんだろうって思ったけど、この色だったらもう何でも合わせられますよね、使えるなと思って。で、ゆったりした感じの、ここもゆったりした感じのお袖になっているので、今年の感じのね、いろいろな素材、ここが結構みんな今年広めなので、やっぱちょっとここも広めじゃないと着づらいなと思って、こちらですね、何でも合わせが使える、こちらの、オフホワイトっていうのかな、ショートマンパー長袖 L サイズ泡薄だいだいですね。ちょっとクリーム色がかった感じの、マウンテンパーカーですかね。で、ここがポケットもあって、そしてここがドロストできるようになっているので、ちょっと下をつぼめた感じで着たら可愛かったので、ここね、ドロストできるようになってます。裾がで、裏地はないタイプです。裏地はないタイプなんですけど、ちょっと風がね、当たらないだけでもきっとあったかいと思うので、これから春先ちょっと上に羽織りたい時に使えるなということで、裏地なしでこんな感じになってます。
でパーカーですね。ここの襟がねちょっと可愛らしい感じなので悩んだんですけどまあええかとか思って990円じゃ買えないでしょ。こんなね、お得、春に使えるやつでお得だったのでこちらを購入いたしました。はい、今日の購入品はこちら2点です。はい、ということでこちらの2点を購入いたしました。それでもこのブルゾンの値段にもなんない感じですよね。はい、お得です。はい、それでは、試着動画最後までご覧ください。どうぞ。はい、そして以前購入したユミさんの、ネックカバー、こちら以前ね、ちょうど試着動画を上げていなかったので今日試着してお買い物行ってきました。ブラウスと、ベージュ、こんな感じです。こんな感じで今日は試着していきました。はい、はい、そしてもう一色黒を購入していたんですけれども、黒はこのワンピース、ムムさんのワンピースがあったのでこれに合わせたかったんです。ちょっとね、意外にこれバサッとしてどうやって着ようっていう感じだったのでちょっとレースをプラスするだけで春らしい感じに見えるかなと思います。こんな感じでちょっとレースに合わせて着たら可愛いなと思ったのでこの黒のレースも購入しました。こんな感じです。合わせても可愛いかなと思ったので購入してみました。先ほどのメロー T シャツを着てみました。1枚で着るとこんな感じです。前はまだねちょっとギリーセーフなんですけど、後ろがね後ろがポコポコ出ちゃうのでちょっと1枚では厳しい感じですかね。1枚ではどうでしょうか。こんな感じです。はい、ちょっとね色目が明るい春らしい感じになるかなと思います。ちょっとこれから春っぽい感じでいいですか。で、はい、着てみました。はい、このワンピースの中にインナーとして着たら可愛いなと思って、この袖じゃない襟の感じが可愛くないですか。ちょっとこのフリフリっとした感じが可愛かったので、暑いフリフリ好きでまたフリフリ好きを買ってしまいました。なんですがちょっと大人っぽい感じでも着れるなと思って、お袖がちょっとわざと長めになっているので華奢見えな感じでどうでしょうか。こんな感じです。今日はこんな感じでした。2点ですね、使った簡単なコーディネートになりますけれども、あと先日購入のレースの、ベストというか、はい、ネックの感じですかね。はい、このレースの使ったコーディネートになりました。はい、よかったら参考になればいいなと思います。そしてやっぱりちょっとね春っぽい感じのアイテムがプラスされると、春らしいコーディネートになってきて、いいなと思います。やっぱ春物いいですね。明るくなった感じがして、はい、そんな感じです。あとそしてですね、先日京都の旅行の、動画第1弾やったんですけれども、第2弾として2日目の動画が昨日アップになってます。よかったらそちらもご覧ください。楽しく行ってきました。はい、京都といえばお修学旅行以来に、ね、行ったのですごい楽しかった、こんなんだったんだとか思って、
もう何十年ぶり10年目して17歳で高校の時に行ってるんだから何年ぶりでしょうなんてはい、そして最後のおまけ動画として先日桜婦人会の皆さんとお出かけっていうかご飯を食べに行って実はお誕生日プレゼントをいただいたんです。その開封動画最後にアップしてますのでよかったらそちらも最後までご覧ください。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。また、来週で最近そのお仕事がもう丸一日なのでなかなかちょっとね1週間のうちに買い物行けるのが土日、今回土日なので、今回もまた1回になってしまったんですけども来週もちょっと厳しいのでまた土曜日曜日かなアップするような感じになります。はい、よかったらその時はまた見てくださいね皆さんはい、最近ねちょっとコラボ商品まだちょっと春先の商品とかいろいろまだちょっと出てないようなのでまたね楽しみにしたいと思います。はい、ではありがとうございました。バイなら。いいよ。開けさせてもらっていい？猫亀だね。なんだろうね。でかいですね。かわいいでしょ？下にね、妖精目をしなくちゃえ、こっちは？マットマットおしゃれなマット丸いやつだ。あの、下に引けるように。うんうん、もう早速動画でね、スカイプわー、ありがとうございます。おしゃれ、かわいいね。この色合いがマッチリだ。好きそうでしょ。うん、好き好き。好きそうじゃなくて好きだよ。かわいい。これもバッチリね。バッチリだって。てるちゃん、ありがとう。よかったよ。ありがとうございます。まだ撮ってた。まだ撮ってた。すごい、すごい。よかったよかった。